はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回 X デス城を攻略してなんか吹っ飛ばすけど、何も言わずに開けたんだけど、吹っ飛ばされてなんか大勲城に戻ってきたところになります。どうぞお気をつけてってさ、これから中に入るんだけど完全にお見送りしてるよね。なんか言ってくるかな。帰ってきた、早く帰ってきて。どっちやねん。大臣、お帰りなさいませ。お父様は死んだ。サリサ様が生きて戻られた。本当の名前、父さんがつけてくれた名前。あれ、母さんの話題とか出てる。お母様はどうなったんだろう。お供の方、クルルも一応王族だからね。こんな格好嫌だ。姫、おお、なんとお綺麗な。本当だ、レナの立場は。この一般人たちは何なの。食い物がないな、食い物が。この宴には、あ、動ける、動けん。あれ、ごめんなさい、ちょ待って待って、うっとうしい。あ、あれか、行けないようになってんのか、多分向こうに。なるほど、レナとファリスのところには行かせてくれないんだな。おじいちゃん、悲しいじゃない、胸がドキドキする。行ってみよう。どうして俺たちの世界へワープしてきたのか調べなきゃいけない。やったぜ、女の子と二人旅。まあ両手に花っていうのもいいけど、二人旅。あれ、ちょっと待って、置いてこう。金があれば大丈夫だ。俺には金がある。クルル、お前を養うだけの金は持っている。って言っていくらだっけ今。あ、でもまだ90万か、全然余裕だ。あ、クルル今なんだっけ、シーフか。シーフ別にマスターしたいわけじゃないんだよね、単純に盗むがあるのと素早さが高いっていうだけ。なんだ、申し訳ありません、西の川に橋を架けるのが終わった。西の独占、僕がいるかもしれない。チョコっていうかさ、どれだけの時が経ってんの。てか女の子にさ、タックルすんなよ容赦ねえな、もっと女性を敬え。あ、隕石長くなってる。で、こっちか、敵出んの、ここ出ないな。これだけ歩いて出ないってことは出なそうだね。洞窟入り口、ボコ、はじめまして、クルル。チョコボと話せるのか、ちょっとだけ。誰かを紹介したい。てかチョコボってさ、どこに生息してんの。ま、黒チョコボを抜かしてチョコボだって2匹しか見たことないよ。また旅に出る。なんて言ってる。旅に出ている間子供を頼む。ココの中には子供がいる。旦那、稼げ。金は持っているんだ。
好待遇で君を雇ってあげよう。出稼ぎか、僕も大変だな。しかし妻を養うためだ。しょうがない、単身赴任もまたしょうがないこと。どこ行くんだそれで。別にチョコもそんな速くないからね。スピードがもう倍になれば時給も上げてあげてもいいんだけどね。マジでどこ行くんだこれ。こっち行き止まりっぽいな。行けねえし、この間入れない。入れそうで入れない。こっち行ける、行けねえし、こっちも行けねえし。タイクーンの上か。早速迷った。で川越えて、多分直後に乗らないと川を越えらんないんだよね。で洞窟でしょ。あ、飛空艇目の前に見えるけど飛空艇に乗ることができない。もどかしい。ここ行く必要ある。ちょい立ち寄ってみよう。トゥールの村、上級者になったかな。はい、なんかあんの。クリスタルはもうない。くたびれます。プロペラのついた船が止まっている。さっき見たよ、タイクーン城でパーティーが開かれてる。行方不明だったお姫様が見つかった。西に変な洞窟が現れた。亀の化け物がいる。化け物って。ではそこへ行ってみますか。あれ、イベントが始まった。また地震か。ゲーすげえ穴の開き方だよな。僕お前のせいだろ。研究だ。ひどい、ブラックすぎる。こいつはマジブラックだよな。飛竜酷使するしさ、ボコには冷たいしさ。しかし成金の戦い方を見せてやる。カイオンパ、ちょっと待って、これなんかさあ、レベルが半分か。レベルが半分ってさ、ゼリ投げに影響するのかな。ゼリ投げ750、なんか影響してそう。いや、ゼニ投げ750は弱いよ。これさ、ゼニ投げの減るのって金に依存してんのかさ、なんかそのレベルとかに依存してんのか、ちょっと何なんだろう。あ、でもレベルが半分になってるってことは投げる金も減ってるはずだよね、レベルに依存してたとしても。ちょっとゼニ投げがまず弱すぎる。これも天敵だな。レベルが半分ってか、アフトリオンにはあったんねんだけど。風魔手裏剣を投入するか。ちょっとなんかだいぶ系逃走してった。ダメージ与えちゃったけど。魔物の巣、困ったね。クエーロープ、ロープ、すげえな、テクニシャンだ。クエ、もうこんなことはしないか。罪を認めるか。早く上がってこい。これどうやって開けて、首吊りみたいな絵柄になってんだけど。ファリス、俺を置いて木彫りにするなんて、どっちが言い出した。仕方ないだろってバッツが言ってたよね。もう二度とするなよ。どうして、お姫様なんて性に合わない。給料が良くないのかな、お姫様といえど。あの国も
ちょっとクリスタルの力がなくなっちゃったからね。収入とか減ってそう。てかまあ全世界でちょっと世界恐慌が起きてもおかしくないレベルだから痛い。どうした？トゲが刺さった。ファリスが加わった。とりあえず3人旅で、時魔導士か。回復薬がいないよね。ハイポーションで回復するしかないからな。ハイポーションだいぶ使ったな。え、これ上は何があんの。あ、いけねえわ。そもそもいけなかった。じゃあこの洞窟へ行くか。ギートの祠。直結してんねん。ギートよっこらしょっと。大変だな、カメも。世界が一つに戻った時のショックでひっくり返った。そうなるとわしは何もできん。世界が一つ、あの伝説本当だったとは。伝説にはこうある。千年前、バッツたちの世界とクルルたちの世界、二つの世界一つだった。どうして世界は二つに分かれたのか。無を封じるため。千年前、強大な悪 N 王があった。 N は無を操る力を持っていた。戦いは長い間続いた。人々は伝説の12の武器を使って N 王を倒した。 N 王が作り出した無を消すことはできなかった。人々は最後の手段を取った。クリスタルを2つに割った。世界のバランスを保つクリスタルを割れば世界も2つに分かれる。そしてその世界ん2つの世界の狭間、次元の狭間に無を封じた。エクステスが言っていたことは本当だった。世界を元に戻す。クリスタルも失われた。風はもう戻ってこない。土や水の恵みも火の力も戻ってこない。痛い、トゲが。エクスです。小さなトゲに身を変え、この時を待っていた。本当の目的は次元の狭間に封じられた無の力を手に入れること。そのために世界を元の形に戻した。おお、かっこいい。無がかっこよくなっている。次元の狭間がこの世界に現れようとしている。あの中に無の力、あれこそ私の求めるもの。今こそ最強の力、無の力を手にするとき。無の力って何なんだろうね。無じゃないのだって。サンダータイクーン城が。ここから見えんのって、どうやって見てんの。爆発してる。なくなった。素晴らしい、見よ、あの無の力を。全てを飲み込む最強の力。くおのーって、サンダーが得意だな。全体化、愚か者め。カメ、なかなかやるな。伊達に700年生きとらんわい。強がるのも今のうち。めっちゃ吹っ飛ばされた。す
すげえ能力だよね。シュバってどっか消えてったけど、みんな同じとこに吹っ飛ばされてる。大丈夫かこいつ、なんか転がってばっかだな。あ、自力で治ったじゃん。無の力を手に入れる前になんとかしないと。無ってあれは古代図書館、伝説の古代図書館、バツたちの世界にあった。古代図書館にエクゼスを倒すための本が眠っている。またチョコボ置き去りじゃねえかよ。ギード様、サーゲートの学者たち、封印の本が2つ揃った。作戦会議。二つの世界は一つに戻った。次元の狭間に封じた無の力が蘇ろうとしている。次元の狭間に急ごう。次元の狭間には千年前、無の力とともに数々の魔物も封じた。その力は強大。今のお前たちは勝ち目はない。どうすれば。千年前にエヌオンを倒した伝説の12の武器の封印を解く。12の武器。そのためには2つに分かれていた封印の本をここに。伝説通りなら本が道を示してくれる。この本誰が書いたの？すごすぎない？本が無の力が蘇るとき、封印の本は光の戦士に語りかける。 N 王と戦いし我ら12の武器クーザー城に封印する。封印を解く鍵4つの石板、一つは過去の魂と共に土に守られ、一つは島の神殿の中に風に守られ、一つは海の底より深い場所に炎に守られ、一つは打たれる水の裏側に守られ。四つの石板、我らのしもべも復活する。白と黒究極の魔法、時空魔法メーテル、カイオリバヤさん、竜王バハムト、この本を扉に捧げよう。封印の道は開かれ。封印の本を手に入れた。無の力を手に入れる前に伝説の12の封印を解く。第一の石板、過去の魂と共に守られし場所、リュウサの砂漠のピラミッド、世界の命運はお前たちにかかっている。あれ、白と緑ってどこにいるんだっけ今。2つの世界が重なった封印城クーザー、トゥールの村の東、封印の本にはここ。ちょ、待ってもう一回話すのこれめんどくさい。次元の狭間に封じ込められた町がある。千年前の素晴らしい魔法や武器防具が売られている。売られているってのはどういう表現なんだろうね。あれマジでシドミドどこにいんだっけ。フィールドの音楽が変わっている、まあ、金はまだ全然余裕だからな。長老の木、あ、ここに来たんだ。ムーアの森が生き返ろうとしている。おじいちゃんは生き返らない。いくつもの命が消えた。エクステスを止めよう。これなんか、なんで周りの枠がこんな意味のなさそうなところで。ちょっと待って、なんかいろいろ入るところが多いな。リュウサが止まっている。土のクリスタルが砕け散って土の力が完全に止まった。大地が弱っている。敵バレッテ
まあ、とりあえず金だな。金。いけ、マジかよ。これ何なの本当に。ちょっと待って、死んだと全然効かねえんだけど。体勢がわかんねえ、マジで。何が影響してんのかがさっぱりなんだけど。ピラミッド、ちょっと待って、これピラミッド行く前にさ、左側に町あるよね。なんか森が砂漠になっちゃったね。世界が合体して。なんだ、こいつら、言ってることが変わんない。どっから行くんだっけ？ここか。え？どこだ？はい、出た。坊主よく来た。勇気があるが単なる強がりかもしれん。自分で決めること。勇気があると思うならば左、臆病と思うなら右。どっちもどっちだけどね。まあチキンナイフでいいや。ひょひょひょ、大して逃げてもないけどね。ただ逃げてないわけじゃなく、帰り道がわかんないんだけど、逃げてないわけでもないから、今だったらブレイブブレイブの方が強そうだけど、どうだろう。ここで見れるかな、攻撃力自体は。チキンナイフ装備で見れるか。弱そう。弱え、めちゃくちゃ弱え。攻撃力13だ。だったらブレイブブレードの方が強い。攻撃力100、両手持ち OK、 装備しようってなるよね普通。まあ、ちょっとそういえばエクスカリパーの力を見てなかったね。まあ、一応ね、これ見てる人たちって多分内容分かってるよね。いくと攻撃1、エクスカリパーは1しか当たらないっていう、そういう特性がありますっていうのを見せたかった。それだけ。装備し直そう。だってフレイムタンとかで今63だからね。普通に皆さんしよう。じゃあこのままもうピラミッドも行っちゃうか。あれ、これさ、ガーゴイルみたいなやつ叩かなかったっけこれ。で、あ、なんかこいつさ、あれだよね、なんか同時に倒さないと復活するんだよね。まあ、全投げすれば全く問題ないんだけど。攻撃してみよう。倒したっていうか、もうこれで終わりでしょう。まあ、それはまた別の機会でお見せするか。多分封印の場所にはガーゴイルがいた気がするから。ちぎられた。ピラミッド1回。あれ、なんか上行けんな。どっちだ。いや、なんか普通に戦闘しなかったんだけど、よくわかんない。あー、なんかこれありそうだよね。ちょっと風水師にしよう。あ、ない。風水師のまんま。銭投げ。引く。オッケーオッケーオッケー。銭投げさえ引けば、全く問題ないから。一応、ちょっとやっぱり忍者にはしておこう。で、ここは、剣装備。で、ツイナーさん。でも、ちょっと前に出しちゃおう。最悪だ。突然モンスターが現れた。呪われしも。呪われんのかな。てか早い、こいつは攻撃が。すっげえ、前線だとすげえ食らうんだけど。全員から攻撃を受けたら死ぬぞこれ。フレームシールド。あとハイポーション買い足しときゃよかった。
ムーアの町行ったんだったら、またモンスターかい。呪われし者。呪われすぎだろ。早い。先手さえ取れても全く問題ないからな。ダークマター。モンスターばっかだな。しかも今回ちげえし。アルケオザウス。げ、後ろのやつも、強いんだけど。何やるな。ザウルス系。竜の牙。白のロープ。回復役でファリスどうしようかな。時魔同士でもなんかマスターさせたいっちゃマスターさせたいよね。これこのまま行こう。突っ走る。いや次なさいいぞ。何気に全然余裕だったな。4回。これ何オメガみてえなやつがいるんだけど。マシンヘッド効くか。2000か。ちょっとゼリ投げの威力が減ってきたな。なぜだ。マスタードボール300。ちょうど300ってことは固定かな。なんかわかんない。単なんだよ。ちょっとシカトしよう。チェ敵ばっか。アスピス痛い。くれてやる。金くらい。大して持ってない。モンスターまたこのパターンか。いけ。もう一発必要なんだよね。左投げが。死ぬ。白魔導士やっぱ必要だな。黒のロープ。てかハイポーションちょっと買い足してこなかったのがミスだな。これさ、エリクさん、あ、普通になんか罠があるかどうか。痛い。え、ひどい。ここで1000でしょ。で600。毒毒毒。あと70くらいか。ちょっとしまった。毒だった。でハイポーションもう1、2、3。これはこいつは多いな。一旦放置しておく。エリクサー、エリクサー何個ある。結構あるよね。17個か。マミー3体。いや、やっぱ忍者でも、やっぱ死ぬ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 。あぶねえ。何ゼニ投げって一掃できない。とかアビリティポイントあんま持ってないな。エクスデス城結構良かったよな。茨の冠ってなんだっけ。すごいやつだっけ。マミーさん。いや、なぜパッツこんなに狙われるんだ。そりゃ攻撃したやつは倒せるよね。ちょっと最強にしてみよう。タイガーマスク、力たすき、ダイヤ、パワーリスト。パワーリストの方が良くないか。なんでダイヤなんだ。魔法防御、防御重視か。でも防御重視でもいいよね。あ、魔法防御が上がるのか。力が3ってどれくらい攻撃力変わるんだろう。だいぶ火力高いな。これ減ってる？減ってはない。もう全く減ってないからな。で5回。ちょっと待って、完全に中間ポイントか。え、なんか罠だらけだな。ブランドラン3か。1人で3は結構なんだこれ。ちょっと分かんねえ、どういう工場。ゲセグメントとか900になってる。俺様を倒しても当の兄貴は黙って。またモンスターかい。真空剣。え、ちょ、いくつくだった。待て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 
全然前掛けが通らないんだけど。ポールガード強いぞ。これさ、オールドになってるってことはさ、前掛け能力、あれ変わってる？黒装束。やばい。もうあと、ワンターンくらいしかない。力出す気かな。いや、防御力は結構わかんな。でも、まあいいや。せっかく手に入れたんだ、使わせてもらおう。グランドラミア、これで倒せるか。氷に弱いのか。あ、いけねえな。上はいけないな。どうすればいい。ゼニを投げればいい。それだけ。カチャ。これはカチャカチャ。これ絶対どっちかさでしょ。最悪だ。どこに落とされるのや。しかもこれまた流されんのかよ。あて、ここに落ちてくるのか。なるほどね。で、宝箱が取れます。一応ね、呪われし者はもう銭上げで一掃できるから大した問題ではない。聖水呪われてんの、ダークマター。薬師を全く使ってないからね。まあ、薬師をね、極めれば強い、本当に。でも俺は全然極めてない。調合系が強いんだよね。俺は全然わかんないけど。いや、ここは挑戦する。奥。強引だったな。ゼファーゾーン。何？金でなびかないか。心モンスターマジ何なの。すげえ金使ってんな。ダークマター。忍者が早い。チーフが早い時もあるけどね。バッツレベルアップ。ダークマター。9000円。よしよしよし。まあ、金は減ったな。すげえ減ったな。10万くらい減ってるわ。そろそろファリスマジでマスターできそう。これなんかすげえ単純な仕掛けだよね。ピラミナディアがあれ硬いと思ったら、クルルが先にマスターしたか。え、どうしよっか。じゃあチョコマか動くをマスターして、隠し通路とかが欲しかったからクルルシーフにしてあるんだ。侍が4。魔獣使い、どうしよっか。文句が4か。じゃあせっかくだ、侍にしとこう。サムライはそもそも銭投げがあるから、まあ、盗むはもういらないんだよな。銭投げが警戒は必要だよね。バックアタック防げるのはかなりでかい。ちょっと隠してみましょう。ゲンジゲンジ。7回。ちょっと待って、どうなってるこれ。ガードオファー、マジックパワーが足りない。ガードオファーってなんかランニングできるのかな。え、これさ、なんかそうだよね、動くんだよね。ここ安全で、この右上安全だな。ここ安全で、これも一気に突破できる。リボで、ここ安全でしょ。取ったら
右側まで行けるかな。ちょっとダッシュ、間に合った。でこれ回収して、金の金飾りか。ナイルがすっげえいっぱいいんだけど、あ、銭投げになってねえじゃねえかよ。クルルが本家銭投げを見せてあげる。でどっちだ、7階、1万2000円モンスター呪われしもので、銭投げの、待って溜まってないです、クルルが。でロッド装備ダークマター、じゃあ変えよう、変えですもん。そろそろなんかもうマスターが1個出始めてきたよね。車同士もマスターしてたのか。じゃあ白にしようかな。まあ青馬同士も結構マスター早いからな。てかさ、赤馬同士のこいつもそういえば3まで持ってたっけ。魔導士系できてるよね。ちょっと今レナがいないから白魔導士にしよう。で銭投げ、スターもな微妙だしね。攻撃をしなければいいわけだから癒しのって、でケアルガを一回みんなに唱えよう。オッケー、いけねえし。そうか、あそこは階段になってたな今パッと見だけど。で銭投げ、ゼニナギは変わらないか、別に。どこだ、ここだっけ。でここでこう、なんてことはない。ゼファーゾーン切る。てか来る、後ろに下がってるかね。エリクサーモンスター呪われし者、侍何より盾装備できるからね。てか侍遅くない、なんで後ろに、後ろじゃねえ、重いから。ゲッ、死ぬ、マジで死ぬ。ダークマター、ダークマターそんなに貴重なのか。宝箱の中に隠されてるけど、でこれはもう階段になってるところ行けばいいわけでしょ。ピラミッド破壊、痛い。クルルももう前に出るかどうかだよな。いやまあでも全投げ効かなかったあれか、攻撃に入るラミアのティアとかなんか手に入れたんだけど。石板ゲット、第1の石板。これ順番通りあるんだっけ。第1はまあ最初に取るとして、234ってなんか割と順番自分で決められた気がするんだけど。てかさ、これここにある宝箱全部取ってなくね。行ってないとこ結構あるよね。竜王バハムート、半島が沈んでいく。これ最初ちょっとビビったよね、なんかここでバハムートが復活してさ、バハムートが来るんだよこっちに。え、マジでバハムートと戦うのって思うよね。来るぞ、北の山でお前たちを待っている。ありがたい。引く手が流されている。チョコボが今見えたな。てかこっからピラミッドの上からよく、こいつはもう目良すぎだよね。目がいいとかっていう問題なのか分かんないけど。なんか宝箱欲しいな。
モンスター呪われし者。ちょっとクールを全員にしよう。これ騎士だ。忍者の防御力のなさ。アイスシールド、呪いの指輪。何これ、死の宣告の呪いがかけられた指輪。え、これなんか効果あったっけ。なんかめちゃ強いとか、死の宣告がかけられてるけどめちゃ強い的な。防御25か、防御力は高いね。まあそんなものかな。はい、というところでピラミッドをクリアしましたので、まあ本当だったらちょっとイベント起きるかな。封印の武器を手に入れに行きたいんだけど、まあとりあえず今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。